はい、4月18日日曜日、ガーラ湯沢スキー場です。時刻はもうすぐ12時になります。天気はですね、今雪が降ってます。あられのような雪なんですけれども、結構強い風を伴って降っています。天気予報では雨予報でしたけれどもね、1ミリですとか2ミリっていう予報でしたので、ちょっと雪っていうのが意外でしたね。で、まあ、風も強風予報が出ていて、まあ、今日も営業休止の可能性ということで、インフォメーションされてましたけれども、まあ、やっぱり上空の雲を見るとですね、動きが早いっていうのが分かりますし、ゲレンデにいてもですね、時折こう突風が吹くっていう場面もありますね。で、まだ午前中なんですけれども、本当に朝からこう目まぐるしく天気がですね、変わってまして、まあ、今こう青空も見えてたりするんですけれども、私来た時は9時ぐらいかな、本当黒煙のような雨雲が、かなり低い位置でですね、漂ってまして、雨もその後に降ったんですけれども、まあ、そしてまた止んで晴れ間が出て、で今はちょっと雪そして強風ということで、かなり目まぐるしく変わっています。まあ、午後からというか、まあ明日にかけては回復傾向なんでしょうけども、まあ午後はこういった感じの天気が続くのかななんてちょっと思ってます。多分画面でもわかると思うんですよね。こう横から強いこう風とともに吹いている雪の様子確認できると思いますけれども、それで今日はイベントとして大会がガーラテクニカルマッチですね、スキーの部ということで、多くの選手がですね、かっこいいビブをつけて、滑っていましたけれども、まあ、そちらが開催されたということでですね、まあ、ちょっと北エリアから見えませんけれども、こちらのエリアはですね、基礎スキーヤーの団体さんすごい多いですね。もうスキー業界、基礎スキー屋の方がもう下支えしているんだなっていうのをなんかちょっと思ったりもしたんですけれども、基礎スキー屋の方が結構大勢滑られていますね。やはりこの強風の影響もありまして、先週の土曜日曜よりはだいぶお客さん少ないのかなっていう印象があります。まあ、このようにですね、平日にはないようなこういう具合ではあるんですけれどもね。はい、そう、あとパークの方が2連キッカーの方がリメイクされてまして、少し大きくなってましたね。特に1つ目が大きくなってましたね。で、まあ、気を使われたんだとは思いますけれども、まだ竜案とか巻かれてませんのでね、竜案巻かれてませんので、まあ、下地も柔らかくて、ちょっとこう失速気味というか、ちょっと、まあ、私の板の問題ですけれども、まあ、他の方もそうですね、ちょっと届かないような方もいらっしゃいましたので、まあ、メンテナンスの差が現れるなというふうに思います。まあ、明日以降はまたメンテナンスというか整備入りますのでね、竜が解かれて下地もしっかりした中で滑れるんだろうと思いますけれども、ちょっとこの横からの風で声が入ってるかどうかは分かりませんけれども、記録をしてみました。はい、ということで今日のガーラの様子でした。以上。